カリスマ研究生の高木です。さくらです。よろしくお願いします。今日は出張で香川にやってきました。ねえねえさくらちゃん、何これ知ってる？さすがに知ってるわ。ひまわりだよね。香川県はひまわりの出荷量が全国で3位なんだって。それは知らなかった。ってことはこの辺にもひまわり畑があるのかな。夏にひまわりで写真撮ったら映えそう。じゃあうち来る？きれいきれい、かわいい、素敵。ありがとう。咲いてるひまわりも撮ってほしいと思います。でこの近くで海岸で映えスポットがあるんで、そこで撮ったらいいんでないかなと思うんやけど、行きませんか？ぜひお願いします。せーの、海にやってきました。最高。写真撮る？どう？海だけでも綺麗だったけど、花があるともっと華やかになりますね。花だけに。ひまわりを見るたびに今日という日を思い出すような気がします。ありがとうございます。こちら今からたくさんの花がありますので楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。海風気持ちいい。こんな海のそばで栽培されてて何か影響とかってあったりするの？海からの西風が割合と当たるんです。だってそのためにあの支柱をハウスの中よりは1本間に多めに入れたり、このネットにロープを通したり、こまめにこのネット上げというか、そう、歪まないように注意はしてます。香川県はマーガレットの出荷量が1位で、その裏作としてひまわりが広まったっていうのを聞いたんですけど、はい、そうです。それであの最初は日にちが60日、70日期間が かかって咲いてたんですけど、品種改良されて短かったら45日で咲いたりするので回転率がいいし。ひまわりをお家に飾る時のポイント教えてください。出荷時点で殺菌剤につけてますので、消費者の皆さんは普通の水道水で十分だと思います。で浅めの水で時々切り戻しをして水を変えたらしばらく持つと思います。それで冬は1ヶ月近く。そんなに持つんですね、はい、いやー、この凛とした佇まい、いけばなに使いたいな。高校生花いけばと香川県大会にも花を提供しています。上手に行けてくれると思いますよ。説明しよう。高校生花いけバトルとは、高校生が即興で花を生けてその作品の技術と表現力を競う熱き戦い。競技時間はわずか5分。2人1組で1つの作品を作るため、瞬時の判断力やスピード、チームワークも重要となる。実は私たち高校生花いけバトルで昨年度の香川チャンピオンと対決するんですよ。すごいね。坂田さんのひまわり絶対に使います。頑張ってください。ありがとうございます。今回私たちは香川大会に参加しますが、地区大会を勝ち抜いてきた猛者たちの熱き戦いが2024年2月4日にここ香川県で繰り広げられます。興味を持った方や応援したいという方は概要欄からチェックしてみてください。この動画がいいと思った方は
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。